高井美穂は、日本の政治家、徳島県三好市長、徳島県議会議員、衆議院議員、文部科学副大臣、文部科学大臣政務官などを務めた。徳島県美濃町生まれ、美濃町立芝生小学校、美濃町立美濃中学校、徳島県立脇町高等学校卒業。1990年4月、早稲田大学第一文学部文学科。 英文学専修に入学。大学時代は福武書店の赤ペン先生をしたり、NHK 解説委員室でアルバイトをしたりした。この時 NHK で解説委員の小宮山陽子と知り合ったことが後に政治の道に進むきっかけとなった。1994年3月、早稲田大学第一文学部卒業。4月、大英に入社し、社長室秘書部に配属された。 当時の社長は創業者の中内。1998年からアメリカ合衆国ワシントン大学に1年間留学。1999年により大営業無失配属。前述の小宮山陽子は1998年7月の第18回参議院議員通常選挙に比例区から民主党公認で立候補し初当選。翌1999年民主党は 衆院選候補者の候補に妻子女性を広く募ることを考える。小宮山から応募を進められ、同年9月、大英を退社。2000年、民主党の候補者候補に合格。同年6月の第42回衆議院議員総選挙に民主党公認で徳島2区から立候補したが、自由民主党現職の山口俊一に敗れ、落選した。落選後、 高校の先輩で徳島県庁の職員と結婚、そして出産。2003年、第43回衆議院議員総選挙に徳島2区から立候補し、再び山口に敗れるが、重複立候補していた比例四国ブロックで復活し、初当選した。2005年、第2子出産のため通常国会に欠席届を提出し、国会議員では珍しい産休を取得した。 同年7月の郵政国会での郵政民営化法の採決にも欠席。第44回衆議院議員総選挙では、徳島2区選出の自民党議員だった山口朱一が郵政民営化に反対し、採決で造反したため、自民党の公認を得られないまま、無所属で出馬。自民党は7条名を徳島2区で公認し、日本共産党の新人を含めた4人で議席を、 争ったが、無所属で出馬した山口が当選し、高井は、辞典で落選した。同年12月13日、比例四国ブロック選出の民主党衆議院議員、後藤正規の政策担当秘書の公職選挙法違反に伴い、後藤が衆議院議員を辞職。後藤の辞職により、比例四国ブロックで辞典だった高井が繰り上げ、当選した。2009年の、 第45回衆議院議員総選挙では2006年に自民党に副党指導党公認で出馬した山口俊一を徳島2区で下し初めて選挙区で当選した。選挙後に発足した鳩山幸男内閣で文部科学大臣政務官に任命される。2010年1月山形県で行われた日本教職員組合の教育研究全国集会に出席。 文部科学省の政務三役が日教祖の集会に来賓で出席するのは2001年の同省発足以来初めてで文部省時代を含めても1951年に当時の文部政務次官が出席して以来59年ぶりである2012年4月6日野田第一次改造内閣で文部科学副大臣に任命され野田第二次改造内閣まで務める 同年の第46回衆議院議員総選挙では徳島2区で自民党の山口に敗れ比例復活もできず落選した。第47回衆議院議員総選挙においても徳島2区で公認を受けていたが、三好市長の黒川誠一から県政部から女性権威を出したいと声をかけられ権威への転身を決断。2014年9月14日。 徳島県議会議員選挙への出馬を表明し、徳島2区での公認を辞退した。2015年4月、徳島県議会議員選挙に、三好第一選挙区から無所属、民主党推薦で立候補。自民党は、現職の来大成分と新人の石田康則の二人に、公認を出した。三者いずれも五千秒台の接戦となるが、高井は、トップ当選を果たした。 2019年4月の県議選に無所属で立候補し、再選。2021年5月2日、任期満了に伴う三好市長選挙に立候補する意向であることが報道により、明らかとなった。5月28日、市長選の立候補予定者説明会が開かれるが、出席したのは、高井の陣営のみであった。6月25日、県議を途中辞職。その後、 7月4日に告示され、自営業の女性との一騎打ちとなった。高井は、フレスポアワ池田で出発式を催し、飯泉義美門徳島県知事や山口、俊一衆院議員、黒川誠一美吉市長らが激励した。11日に投開票され、初当選した。市が発足して、以降、最年少の市長となった。7月24日、市長就任。 ありがとうございます。